はい、皆さんこんにちは。リラックカレッジの舘野です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日のテーマはですね、体の勉強は何からすべきです。このチャンネルは新人のセラピストの方や、これからですね体の勉強を始めたいという方もですね、見ていただいていると思いますので、どんな順番で勉強を進めていけば一番効率的なのかというところを今日はまとめてお話ししていきたいと思います。では早速始めていきましょう。はい、それでは始めていきましょう。よろしくお願いします。今日は勉強の順番ですね、勉強の仕方についてお話をしていきたいと思います。まずはですね、ざっくりのところで言えば、一番いい勉強っていうのはですね、自分が興味あるところからやると、いうことですね。その話をされちゃうとですね、元も子もないというような方もいらっしゃるかもしれませんが、勉強を始めたいっていうモチベーションがあるっていうことは、知りたいことがあるっていうことですから、それが筋肉なのか、でその筋肉の中でも上半身の筋肉なのか、下半身の筋肉なのか、あるいは骨なのか、あるいは細胞の仕組みなのか、とにかく自分が今一番知りたいっていうところからですね、勉強していただくのが、やっぱり吸収力としては一番いいですよね。はい。で、一番やっちゃいけない勉強法っていうのが、教科書とかテキスト買ってきてですね、1ページ目からじっくり読み込むというやつですね。あれ一番やっちゃダメです。解剖学の本なんかはですね、最初のページのところって筋肉の仕組みとか、こう細胞の仕組みとか結構こうコアな内容が載っているので、1ページ目から全て読破しようって思ってると、やっぱり最初の10ページ分ぐらいっていうのはとっても重たい内容なので、ちょっとこういう情報って結局普段の施術で使わないよねというふうに思ってしまって、テキストがですねそっと閉じられて机の上に積まれるっていうのが、これあるあるなので、1ページ目から読破するっていうのは、まずはやめといた方がいいと思います。はい。その上で、そういった勉強の方向性は分かったんだけれども、でも流れが、分かりませんと、何からまず、調べていけばいいんですかっていう方向けに、今日はですね動画を、撮っています。はい。で、理想の知識のつけ方というかですね、体の勉強の仕方っていうのは、これは土台がありまして、まず一番最初に、身につけておきたいことは何かっていうと、とにかく骨です。骨。はい。筋肉知りたいっていう方も、まずはですね骨から入っていった方がいいと思います。これなんで骨から入るのかっていうと、筋肉の名称がですね、骨の名称に基づいているパーツっていうのがたくさんあるからです。例えば、前腕のところの筋肉の勉強なんかをしていくと、この頭骨とかですね、尺骨っていう、骨があるんですが、はい、頭側の手根屈筋、はい、頭骨に沿っている手根を屈曲させる筋肉とか、はい、尺側手根伸筋、尺骨に沿っているですね、伸筋群なんかが、出てきます。でその時に、頭側の頭っていうのはどういう意味なんだろうとか、はい、尺骨ってどこの部位なんだろうっていうですね、イメージが湧かないと、筋肉名だけ分かったところで、こう人間の体を見た時にどの辺についてるのかなっていうですね、想像ができなくなってしまうので、とにかくまずは体の勉強をする時は骨から、覚えるというのが大事だと思います。で骨もですね、人間の体の中には、およそ200個、206というふうにも言われてますが、細かい骨まで覚える必要はないと思います。頭蓋骨は頭蓋骨でいいし、頸椎が7個、胸椎が12個、腰椎5個で、鎖骨があって、胸骨があって、で肩甲骨があって、上腕骨があって、頭骨があって、尺骨があって、手根があって、手のひらだな、もうそのくらいの、認識でいいと思うので、とにかく大きな骨をまずは覚える、それが、ファーストステップです。で大きな骨が、一通り分かるようになったぞと、なったら次何やるかといったらですね、その骨についている、部位の名称も覚えられると、いいと思います。例えば、肩甲骨でいうと、肩甲骨の上の出っ張りのことを上角っていうふうに言いますよとか、下のところを下角っていうふうに言いますよとか、はい、で後ろ側の出っ張り肩甲棘っていうふうに言いますよとか、はい、ファーストステップは肩甲骨という骨の名称だけ、セカンドステップはその骨の名称についている部分の名称ですね。はい、ここを覚えていくと、いいと思います。
で部分の名称が分かるとこの後筋肉のですね勉強をし始めた時に筋肉の付着部位というのがどうしてもその部分の名称に基づいていることが多いですから、はい、あのイメージできるようになってくると思います、はい、例えば腹筋の勉強をした時に健常突起っていうですねワードが出てきたりします、はい、健常突起って何なのっていうところからあのまたですね骨の方を調べに行っちゃうととても時間がかかるんですよね、はい、なのでまずは一通りの、骨のパーツ、細かいところも含めて胸骨の先にある出っ張りが健常突起なんだなとか、はい、そのくらいの、まあ、ざっくりした、知識でいいと思うので骨の名称と部位の名称、はい、ここはですね、土台として身につけておくといいと思います。でその骨の基礎の部分ができたら次は筋肉ですね。で筋肉もいわゆる骨格筋と呼ばれる筋肉は全部で400ですねあるというふうに言われてますが400個全部覚える必要はまずないと思います、はい、例えばまあ上半身周りで言えば肩甲骨についている大きな筋肉、まあ、僧帽筋とかですね、まあ後背筋は若干肩甲骨はかすってますが、まあ、僧帽筋とか後背筋で首の方でいくと、まあ、盤状筋という筋肉とか、はい、で肩甲骨の、周囲についている棘上筋とか棘下筋とか、はい、とにかくですね施術で使う我々はセラピストですから、施術で使うような、部分施術で狙っているような筋肉っていうところを大まかにですねリストアップして覚えていくといいと思います、はい、でこの筋肉の大きな名前っていうのが分かってきたら次はですね起子と停止と呼ばれるところを覚えていきたいです。で起子と停止これ言葉の意味合いは大丈夫ですか。筋肉のいわゆるスタート地点になっているのが起子、はい、ゴール地点になっているのが停止と呼ばれる部分です。起子の部分っていうのは基本的には体の中心に近くて固定されてます。起子の部分が固定されていて筋肉が収縮することによって停止の部分が動いてくるよと、それによって骨格が動くよっていうのが基本構造ですよね、はい、でこの起子と停止っていうのを、まずはですねある程度、大まかなイメージでいいので、掴んだ方がいいと思います。でこれも起子と停止の勉強してるんですというようなですねセラピストさん見かけるんですがいきなりですね細かいところ行き過ぎてしまっている方多いです、はい、例えばまあ僧帽筋なんかでいくと僧帽筋ってあの細かく見るとあの後頭骨の際とか首のところの後靭帯とか、はい、で頸椎の7番から胸椎の12番までの棘突起とかあの細かくですね言っていけばそれぞれに名前がついているので、まあ暗記することはできると思うんですがあのそこまでっていうのは、まあ、テスト対策としてはいいもののじゃあパッとこうお客様に、説明するときに使うかって言ったら逆に嫌ですよね。逆にそういうこう専門用語を使うセラピストさんってちょっとこうとっつきにくいなっていうようなイメージになってくるのでまずはですね頭の後ろから首そして背中の上半分ここ全部が僧帽筋の起子なんだな、はい、ぐらいでいいと思います。で停止の部分も、はい、肩甲骨とか肩甲鎖骨の3分の1あのそんなに細かいところまで覚えないで肩の先端の、まあ、この三角形の部分なんだなぐらいでいいと思います、はい、とにかくこう部分的なイメージをですねまずつけるっていうことが、優先順位としては高いので筋肉の名称を、そして起子と停止の部分的なイメージ、はい、これをですねまず優先して勉強していただけるといいと思います。で起子と停止の部分的なイメージが、つかめたらあの筋繊維のですね走行っていうのもイメージしておくといいと思います、はい、いわゆるスタート地点とゴール地点があって筋肉の走行がどういう風に流れてるのかっていうののイメージがついてくると次のですね作用というのがあります。作用っていうのは筋肉が縮んだ時に、体がどんな動きをしますよというのが作用ですね。例えば僧帽筋の上部繊維っていうのは肩甲骨を挙上させますみたいな言葉があります、はい、ただこれもですね挙上という言葉だけ覚えても、しょうがないです。これはもう暗記勝負になっちゃってもこれは実学として紐づかないですから、はい、首頭の下と首のところから始まって肩の先端ってことは筋肉の走行が斜め下に向かって流れてるなというイメージがつけば、はい、起子が固定されてて筋肉縮めば停止が上がってくるわけですから、はい、
結果的に肩甲骨上に上がってくるよねと、はい、もうそれだけでいいと思います。とにかく起死と停止と筋走行が分かれば、体の動き方、作用っていうのもイメージつくと、思いますので、はい、ぜひ筋肉に関してはそういう覚え方をしていただけるのが、おすすめです。はい、で一応ここまでがですね、いわゆるこう解剖学的な、勉強ですね、骨格と、余裕があれば関節、そして、そこにくっついている筋肉の中でも起死と停止と筋走行から作用を考える、はい、あの専門学校のですね勉強なんかだとここで、ストップでいいと思うんですが、我々セラピストっていうのはあくまでお客様をほぐすために、より効率的な手技をするために、勉強をしているわけですから、そこで勉強終わりにしちゃうのはもったいないですよね。大切なのはもう2ステップあります。はい、それ何かっていうと、日常生活の中で、どのような局面でですねその筋肉が使われるのかっていうのはある程度イメージできるようになっておいた方がいいと思います。はい、例えばですね、今こう机があります。デスクワークをしてますよね。デスクワークをしてる時っていうのは、パッと見のイメージで言うと、着座、椅子に座っている座位の姿勢で、上半身がちょっと前方にカーブしていて、肩、肘、前に少し曲がって、叩いてますよと、そのくらいはイメージできますよね。はい、ただもうちょっと深掘りしていくと、じゃあ肩関節どうなってるのかっていうと、水平よりは若干前に屈曲してます。かつデスクワーク中っていうのは手の甲が上に向く動きですよね。キーボード叩きますから手の甲、上に向きますっていうことは、肘の関節は海内と呼ばれる内側を向いて、はい、肩の関節も内旋と呼ばれる若干内に巻いている動きになってます。はい、ってことはデスクワークをしているとただただ、姿勢が悪くて頭前に入って首肩こりが、起こるだけではなくて、肩関節内旋に入ってるから若干内旋筋群も疲れてるんじゃないかなと。はい、じゃあその内旋筋群っていうのは何かな。はい、調べてみると、あ、大円筋っていう筋肉があるのかとか、はい、あ、広背筋もここなんだとか、はい、ですね、あと肩甲下筋もこうなんだとか、はい、とにかく筋肉の、走行と、動きのイメージから日常生活で、どういうですね、より具体的な方がいいです、どういう、姿勢とか動作の時に使われるのかっていうですね、イメージが、つくようになるととてもいいなというふうに思います。はい、でお客様とコミュニケーションしていく中でデスクワークが多いんですよとかっていう会話があったら、あ、じゃあデスクワークっていうことは、じゃあ背中とか首だけじゃなくて肩とか肘も少し内巻きだから、その辺の筋肉も疲れてるのかなっていうイメージを持って、施術に入る。はい、そこまでできたらすごいですよね。非常に施術に、納得感、説得力、出てくると思います。はい、で、最後のですね、ラストステップになってくるのはどうほぐすかというところも、イメージできてくるといいと思います。はい、で筋肉っていうのはある程度こう層に分かれて、存在していますから、ストレッチをかける時も、通常の揉みほぐしをする時も、このですね層に基づいて、狙っていった方がいいんですね。例えばストレッチなんかで言うと1個の関節にはですね複数の筋肉がくっついています。でその関節をストレッチした時に、やっぱり一番最初に伸びる部分っていうのは一番大きい筋肉ですよね。一番大きくて一番硬い筋肉っていうのが伸びるところまでしか関節っていうのは動いてくれないので、中の筋肉まだ伸ばせるのに伸びないなっていう状況になったりします。その筋肉の走行とか、層っていうのがイメージできるようになってくると、じゃあここの、手技をやるときに先にこっちの筋肉をほぐしておいた方がいいよなとか、はい、じゃあストレッチかけるときにも大きい筋肉をちょっと緩ませたポジションで、はい、関節動かしてストレッチかけに行けば、中が伸びるなっていうようなですねイメージが、だんだんついてくると思うので、はい、できたら、ただただ解剖学、骨とか筋肉の名称を覚えるっていうだけではなくて、はい、日常生活のどういうシーンで使われるからここの部位を狙おうとか、施術の中でも、筋肉の層がこういう走行になっているから、はい、こういう層に基づいているからこの順番で手技をやってあげようとか、はい、その辺までですねこうプルダウンして、落とせるようになるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、このチャンネルでもですね、そういったちょっと、テクニック的なところ、知識的なところは、皆さんにも共有していきたいと思いますので、はい、なかなか自分で勉強するの大変だよという方はぜひですね、この動画も、見ていただけると、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、勉強の順番についてですね、お話しさせていただきました。さすがにですね、ちょっと時間がないので、中身のところまでは落とせませんでしたが、なんとなく方針というかですね、順番は、イメージしていただけたんじゃないかなというふうに思います。はい、継続が大事ですから、はい、コツコツやっていただけるといいのではないかなというふうに思います。はい、このですね、リラックカレッジチャンネルではリラクゼーションセラピストの皆さんにとって役立つ情報を随時発信しております。内容が面白かったよという方は、チャンネル登録、高評価、そして店舗内でのシェアなんかもぜひよろしくお願いします。では、本日の動画は以上で終了です。次回もぜひお楽しみに。いつもありがとうございます。